皆さんこんにちは、ワナルグリグリです。では今回は、ギルネボーアーキシーズの脅威部位、地球連邦軍、レベル編、続きをプレイしていきたいと思います。前回までにアクシズとの戦いが激化している中、地球を奪還しましたので、今回はいよいよ、アクシズ、その本拠地へと攻撃を仕掛けていきたいと思います。その前にですね、開発プラン来てますので確認していきましょう。ハンブラビですね。これはヤザンの世帯ですよね。あとこちらはパラスアテネですかね。モビルスーツ開発していきたいと思います。では早速、アクシズ制圧戦、これを発動していきましょう。宇宙要塞アクシズに対する攻略作戦を開始する。ジオン残党軍最大の拠点であるこの要塞の制圧は今後の戦いにおいて重要な意味を持っている。諸君らの健闘に期待する。はい、部隊の方ですけども、アーバン和空方面とソロモン方面両方から部隊を出していきます。まずですね、このアーバン和空方面なんですけども、ガブスレー、バイアラン、この辺りを中心に編成して、さらにメッサーラですね、これを投入していきます。戦艦としてはアレキサンドリア、あとはドコスギアなんかもここにいます。ジャミトフが乗ってますね。そして格闘の強いバイアラン、これにはライラさんが乗っています。格闘14、戦艦に期待が持てますね。一方ソロモンの方面なんですが、こちらの方もですね、モビルスーツ、まあ主には主力として戦ってもらいたいシロックのメッサーラ、これにねちょっと期待しています。あとガブスレー、なんかも配置してあります。これで戦っていきましょう。では時間を進めます。連邦軍119、アクシズ84、まあ、かなり大規模の戦闘になりそうですね。まあ、数も拮抗しているのでしっかり戦略を持って戦っていきたいと思います。まずは、まあ、全体的な敵の編成見ておきましょうか。ここにキュベレーがいますね。このキュベレーは要注意かなと思います。あ、もしかしたらハマーンが乗ってる可能性ありますからね。あとここにビグザムらしき機影もありますね。注意しましょう。部隊の方ですけども、どうだろう、ここを中心に戦っていくのがいいかな。この2つの拠点ですね、この2つの拠点中心に部隊を展開して戦っていきましょう。では作戦開始です。敵も迎撃に出てきましたね。まあ、中心部に固まられるよりかはこうやって迎撃に出てきてくれた方が、削りやすい、戦いやすいので、まあ、これは歓迎、ですね。このまま敵部隊と交戦状態に入っていきましょう。エルメスが一撃死するか。まあ、エルメスはね、誰もパイロット乗っていないので、まあ、あの捨て駒というか、まあ、索敵要員で出しているので、まあ、良しとしましょうか。ここにいるのが、キュベレ、気になりますね。機体が何なのかが。では、部隊、出していきましょう。バグらしき機影ももう、見えてるな。バグ、しかもグレミーが乗っている。ここにはライラのバイアランで、いきなり強襲攻撃仕掛けていきましょう。まあ、ここにいるブラウグロですけど、これももう当て馬代わりに使うと。いう、まあ、戦略にも舵を切っていこうかなと思います。ハンマもいますね。まあ、これらの高性能な敵ユニットに、まあ、どう味方が対処するかっていうのがね、大きなキーになってくると思いますので、まあ、しっかり部隊をねぶつけていきましょう。ここにはエリアが以前リゲルムに乗ってますね。まあ、リゲルムもまだまだ強い機体なので、まあ、要注意機体であることに変わりはないかなと思います。まあ、このリゲルムに対してはこのジムスナイパー部隊で当たりましょう。ジムスナイパー3は、3ユニットじゃなくて1ユニットのみになる、エース向けの機体ですね。アデルに乗ってもらいます。
では迎撃に出てきた敵部隊、これを迎え撃ちましょう。まあ、最初の一撃二撃ぐらいまででどれだけ敵を削れるかで、その後の戦いの、まあ、数勢が決まると言ってもいいと思いますので、この第一撃は本当に大切にしたいと思います。これバウですね。撃沈してます。グレイリーを、まずは撃破。大きいですね。完全じゃなかったのか、それとも俺が強すぎるのか。続いてここはシーマ様ですね。ハンマーハンマー敵ユニット誰もキャラクター乗ってないですけど、まあ、ハンマーハンマー自体は強いんでね、全力攻撃で撃破です。すまなかったね、あっさり勝たせてもらってさ。来るなら来てみろ。悪くないようだ、この機体は。メッサラ、マウアですね。まあ、マウアもね、パイロットを乗る的にはまだまだこれからっていう、まあ、そういうキャラクターですけど、育てていけばエースになれると思うので、構成の機体を割り当てています。そして、ドコスギアのジャミト。ガルス・ジェーニ、攻撃戦ですね。どこすぎやも展開力ありますからね。落ちろ落ちろ。フォーメーさあ、イリアにチャックがガブスレで挑みます。支援攻撃でしっかりダメージ取って、射撃戦で撃破ですね。まあ、これだけ集中攻撃を浴びせれば、イリアのリゲルグといえども簡単に撃破できますよね。君も少しは頑張ったらどうだ。さあ、ここライラさんですね。まあ、敵に集中攻撃受けそうなのでちょっと心配でしたが、持ちこたえてはくれてます。敵に時間を与えてはならん。ここも敵に集中攻撃受けるのでフェデリコのメッサーラが危ないかな。ちょっと持ちこたえられないかもしれないですね。やられてしまいましたね。まあ、メッサーラ一機まずは失ってます。やばいぞ。ここもガブスへ、シーマ様が残れない、残れないですね。強い。ここはキュベレーが乗っています。誰が乗ってるかにもよりますけど、ここも強そうですね。これハマンが乗ってるな。全然射撃が通ってないところを見る限りハマンが乗ってると見て良さそうですね。さらにパネル攻撃、ここにはやっぱりハマーンが乗ってましたね。キュベレーのスペック、ハマーンのパイロット能力、ご覧のような形です。これをどう倒すか、すごくキーになりそうな気がするので、まあ、ここは、まあ、いきなりではありますけども、このハマーンに集中攻撃、これをちょっと行っていこうと思います。この集中攻撃である程度ね、ダメージが取れるっていうのが分かったら、この後一気に、さらに、隊を送り込んで、ハマンを倒しきっちゃいたいなと思うので、ちょっと思い切った攻撃を仕掛けていこうかなと思います。出すわけにはいかない。マウアのメッサーラ。これガザシーのモビルアーマー形態ですね。こういう時に格闘で数減らしたいですね。さあ、ここ一番注目している敵はキュベレーですね。コウ・ウラキがフルバーニアンに乗ってます。まだフルバーニアンかというのはあるんですけど、
まあ、ここでフルバーニアを失ったら、まあ、違う機体にね乗り換えてもらおうかなと思います。あとボリノークサマーンなんかも乗ってますね。ただキュベレー相手に残念ながら格闘は一撃も入らずって感じかな。逆にこんだけ切られてサマーンが殺されましたね。ヤザンは未だにデンドロビウム乗ってもらってます。そしてハマーンに挑む。もうあとちょっとだけどな、どうだろう。ハマーンとの相性は良さそうですね、デンドロビウム自体は。アイフィールドはうまく機能してくれた。ただこれ格闘に行くことによって逆に格闘を食らってやられるぞ。かろうじて残りましたけど、どうだろう、次敵の攻撃のターンに入って倒せるかちょっと疑問ですね。アトミックバズーカで敵だいぶ削りましたね。もう一発撃てるかな。まあ撃てなかったとしたらちょっと一旦戻して回復させましょう。ハマーンはまあ撃ち直しですね。ここはライラさんのバイアランガッピーグザムに挑みます。まあ全く攻撃が入らないけど、まあアイフィールドですね。まあ拡張戦で仕留めましょう。花からそのつもりです。あともう一撃浴びせればビッグダムは撃沈撃墜できそうですね。どんな過酷な任務でも成功させる。ラカンダからのザク3もね、ここで撃破できたの大きいですね。貴様ごときに、徐々にハマーンが近づいていってる。まあそういう局面ですが、ここもマシュマーのハマハマ、これを撃墜しています。私はやられるぞ。さて、ハマーンを仕留めましょう。支援攻撃で削って、あと一発ですね。あと1ミリと言っていいと思うんですけど、この1ミリが削れないな。またちょっと取り逃しになるとね、厳しいなっていうところでしたけど、最後バルカンが何かが当たってハマーンを撃破してくれています。では残ってる敵相当してまいります。はい、これで最後のユニット撃破完了です。やったぞ。報告します。我が軍は宇宙要塞アクシズの制圧に成功しました。アクシズは滅亡です。レビル将軍、グリプス2から全世界に向けて放送が行われています。宇宙要塞グリプス2、ここは地球連邦軍の特殊部隊ティターンズの本拠地である。ティターンズは地球連邦政府に反抗的な勢力を弾圧し、連邦内部に強力な基盤を作り上げた。そして連邦軍の一部門に過ぎないティターンズは連邦正規軍に匹敵するほどの力を手に入れたのである。ティターンズ総帥ジャミトフ・ハイマンはこの力を背景にレビル率いる地球連邦軍に対し宣戦を布告する。地球が生み出した新たな戦乱、はい、今度はティターンズ戦ですね。戦いの渦に巻き込もうとしていた。将軍、ティターンズはグリプス2を本拠地とし周辺空域に部隊を展開、同時に地上部隊によるインド大陸侵攻を開始しました。ジャミトフ、血迷ったか。貴様の考えの根底にあるものがギレンと同じだということに気がつかんの。はい、では開発報告を確認して今回は終わりにしたいと思います。まずはジュピトリスですね。ご覧になりますか。これが開発完了しています。でせっかくなので開発レベルをご紹介しておきましょう。今26まで来てますね。なので、まあ、あのモビルスーツの生産としてもある程度数が揃えられるかなというところですね。これユニットの再配置がないのか。ユニットが自動で再配置されてくれれば
攻略もしやすかったかなと思うんですが、そうじゃないとなるとちょっと地上のユニット数が少なすぎますね。苦戦しそうな予感がします。まあ、宇宙の方は大半収めているので大丈夫かなとは思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。